岩手競馬タモンチャンネル司会のタモンです。よろしくお願いします。岩手県住みます芸人やってます、アンダーエイジというコンビで団活をしております。岩手に住んでもうすぐ丸9年になります。よろしくお願いします。さあいよいよ3月20日明日でございます。春の水沢競馬スタートでございます。待ってました、いよいよレースがスタートいたしますが、無観客レースということで発表がございまして、生で見ることはできないんですが、競馬場にもね入ることはできないんですが、ネットで楽しみましょう。でまあ明日から始まるということで、もしかしたらねこれを見てる方々の中にちょっと競馬やってみようかな、今までやったことないけどちょっと興味持ったなっていう人ね、もしかしたらこのタイミングで明日ね馬券買う方いらっしゃるかもしれない。この少ない視聴者数、少ない登録者数の中にもしかしたらいるかもしれない、ね、全然増えません、恥ずかしいよ、恥ずかしいよ、みんなに数字見られる、恥ずかしい、ちょっと泣いちゃった、ごめんなさい。まあもしかしたらいるかもしれない、ね、全くの初心者の方、そういう方々に、ちょっとした初心者競馬講座行きたいと思います。はい、まずね、その競馬のイメージ、その、ギャンブル的なね、ただのギャンブルでしょ、ただのギャンブルでしょ、ただのギャンブルなんだから知ってんだよ、ギャンブルだよっていう人もいるかもしれません。でも、そのギャンブル的な要素ってのは、一つのアクセント、スパイスだと思ってほしいなと。純粋に、お馬さん、ね、自分の応援するお馬さんを見つけて、そのお馬さんを応援する。で、勝ったら勝ったで、ね、喜ぶ。プラスそのお金が入ってくるからさらに喜べるっていう、そういう感じの向き合い方で競馬やっていただきたいなと、たしなんでいただきたいなと、紳士淑女のねたしなみでございます。岩手競馬そういう感じで楽しんでいきましょうね。で、まあ馬券なんですけどもね、馬券を買う、明日ネットでね馬券を買うわけですけども、馬券の種類というのがありまして、そこをねご紹介したいと思います。馬券の種類は全部で8種類あります。8種類。なので、一つずつね、これどういうことなんだろうって紹介していきたいと思います。まずは、単勝。これはもう簡単です。一着の馬だけをこう当てればいい。それだけです。応援もしやすいですよね。もう一着に来たらもう喜べばいいから。で、副賞。これは一頭だけ選ぶんですけども、その一頭が3着以内にどこでも入っていいです。一着でも当たり、二着でも当たり、三着でも当たり。が副賞。当たりやすいですね。続いて、ワイド。ワイドというのは、2頭選びます。2頭。その2頭がどっちも3着以内に入れば、ワイド当たりということですね。例えば、1着、2着。これはもちろん当たりですけども、1着、3着でも、2着、3着でもいい。2頭が3着以内に2つも入れば、当たり。これがワイドでございます。続いて、枠服。まあ、ネットだと枠連って載ったりすると思いますけども、枠服。っていうのは、なんだろうな。ちょっとね、渋めの人が買うんですけどね。めんどくせえな。枠服は、意外と初心者向きなのかもしれない。っていうのも、ね、お馬さんにはゼッケンついてます。1番、2番、3番。で、ジョッキー、注目してほしいんですけども、ジョッキーはヘルメット被ってます。ヘルメットの色が、全部で8色あります。8色。これが、枠の色です。1枠は白、2枠は黒、っていう。なっております。はい。で、8色しかないんで、10頭、ね、10頭出走するといや、足りないじゃないか。ね。そしたら、ピンクが2人とか、オレンジが2人とかっていう風にして、8色をこう振り分けております。好きな色で選ぼうっていう方もね、いると思うんですよ。私、ピンクと黒が好きって言ったら、ピンクは8枠、8番。ね、8枠です。で、黒は2枠なので、2枠と8枠の枠服、ね。意外と初心者向けなんじゃないかなと思ってます。はい、それが枠服。はい、続いて、馬服。馬服というのは、
2頭がいます。その2頭が1着2着どっちでもいいですに来たら当たりという対決でございます。で、馬タン、こちらは2頭がいます。2頭、1着はこの馬、2着はこの馬、固定する1着2着とも当てるというのが馬タンでございます。はい。続いて三連複、三連複というのは3頭を選びます。3頭が順番はどうでもいいので3頭とも3着以内に入れば当たりというのが三連複でございます。で、三連単、三連単は3頭を選びます。で、3頭がこの馬は1着、この馬は2着、この馬は3着、全部着順まで当てるというのが三連単。まあ一番難しいんですけども、一番高配当が狙えるのは三連単でございます。はい。なので岩手競馬でも100万馬券ってね、100円が100万円になる馬券っていうのが年に数回出るんですけども、それは大体三連単の馬券になります。以上、馬券の種類ですね。この状況が良くなったら、競馬学校、初心者競馬学校競馬場で開催しますんで、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。 YouTube 見てるよって言ってほしいと思います。ね、少ないけど恥ずかしいよ。ですね、では早速明日のねレース予想、メインレースをね予想していきたいと思います。はい。明日のメインレース第11レースですね。17時10分発走、欧州弥生賞3歳馬のレースでございます。準重賞ということでね、大きいレースでございます。はい。で、出走表はこちらになりますね、出ておりますね。はい。で、まあこう予想はね、ぜひぜひ参考程度に聞いていただきたいなと思いますけども、はい。その予想家の方だとね、競馬新聞とか見ると印ついてますけど、 100% 当たる予想家っていませんから。なので、まあ、なんでこの馬が20丸なのか、そういう理由というところから、ね、そういうところにヒントが転がってるんじゃないかなと思います。で、明日のこのメインレースですけども、まあ人気どころになるのは1番2番そして、10番ですね。1番のフレッチャビアンカ、こちらの馬はですね、南関東からの移籍なんですね。で、名馬を振り返るでも南関東は強いって話ね、統計2世あたりだったかな、したと思いますけども、南関東は今でもやっぱ強いんですよ。で、その南関東船橋競馬場で3着2着となっております。しかもね、人気も2番人気1番人気とね、高い人気、その南関東のね船橋競馬場のレジェンドたちがその人気を上げるほど押したということは、やはりね強いんじゃないかなと思います。はい。で、2番の東ブレイブ、こちらも南関東からの移籍でございます。で、南関東でも3着3着7着となっております。はい。まあこの馬もね、やっぱ南関東でその3着以内に入るっていうのはなかなか強いと思います。うん。なので人気になるんじゃないかなと思います。そして、10番マルケイヘイロー、こちらジョッキーが岩本玲、岩本玲ジョッキーですね。いやー、すごいジョッキーです。うん。ヤングジョッキーシリーズね、優勝したりとか、まあ NAR の新人賞取ったりとか、もう本当にね、ノリに乗ってるすごいジョッキー現れたなっていうね、の岩本麗騎手が乗ります。で、この馬は、前走前々走と1着1着とね、しかも昇級してすぐ1着取ってるっていう、しかもダントツでね逃げ勝ってるというレースですので、この馬強いし、多分明日もこの馬が逃げる、先行していくんじゃないかなと思います。うん。この3頭が人気になるのかなと思います。なので、まあこの3頭だけ紹介してもしょうがないので、僕が注目する穴馬4番フェイドハード、この馬はですね、名馬を振り返るで小祝い血統がすごいって言ったんですけど、このゴリゴリの小祝い血統です。お父さんにもお母さんにも小祝いの血が入ってるというゴリゴリの、小祝い血統ですし、ネット競馬にはこの馬の名前の意味とか載ってるんですよね。そのオーナーさんがどういう意味でつけたんだ。そこにはですね、色褪せない血統を願って、もうね、もう血統大好きなんでしょうね、小祝い血統。いや、ありがたい話でございます。ただそれだけで選んだわけではありません。やっぱこう穴馬の条件っていうのはね、やっぱいくつかあると思うんです。その中の一つとして、この馬前走11着に敗れてるんですが、金牌重賞
大きいです。ございます。で、その前1着なんですけどね。で、昇級して、金牌、惨敗して、続いての、今日、明日のレースということなんですけども、昇級2戦目距離短縮なんですね。で、それって、穴馬の条件として、ハマる条件でございます。100万馬券のレースとかね、全部チェックしましたけど、こういう馬が来るんですね。人気薄で。なので、ここは人気ないんじゃないか。なので、ということでございます。はい。まあ、穴馬ですからね。続いて、6番のアーク・オブ・メジャー、坂口雄一ジョッキー。こちらはですね、まあ、そのネットで見ていただいたらわかるんですが、前走が9番人気で4着。金牌ですね。先ほどの言った大きいです。金牌で、9番人気で4着。その前が、8番人気で4着。その前が7番人気で5着と。人気以上の着順を取ってるんですね。この3走。こういう馬も、やはり穴馬としては、条件に当てはまる馬なんじゃないかなと僕は思っております。はい。うん、そんなところですかね。なので、1、2、10番に、この4番、6番を絡めた馬券で僕は行きたいと思います。買い目。買い目的にはそうだな。人気どころで。難しい。あー。難しいですね。難しい。まあ、買い目としては、